ゾフィエンザール、あるいはゾフィエンザールは、かつてウィーンにあった温水プール施設。冬の間は、舞踏会場として使用され、むしろクラシック音楽史上の場所として知られる。2001年に消失し、複合商業施設として再建された。舞踏会場としてのプログラム。式は、ヨハン・シュトラウス2世施設名は、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世の母であるゾフィー大公妃にちなんで付けられた。正式名称はゾフィ・エンバート・ザールである。バートとは温泉のことであり、温泉を模した温水プールが備えられていた。冬場の間は膨大な高熱費がかかるためにプールとしては使用されず、巨大な空間を活用して期間限定の舞踏会場として使用された。ヨハン・シュトラウス二世の朝の新聞や 加速度演舞曲、ヨーゼフ・シュトラウスの天体の音楽、フランツ・レハールの金と銀など、多くのワルツ作曲家の新作がここで上演された。1950年代からは、デッカレコードが録音会場として使用し始めた。火災後のゾフィエンザール新築されたゾフィエンザールの内装2001年8月16日、失火により大部分が消失し、廃墟となった。 2012年に取り壊された。後に復元された。外観は従来のままであり、また名称もゾフィエンザールを引き継いでいる。ホテルやレストラン、スポーツジムなどを併設した複合商業施設となっている。ABC コミや p 8 1ウィキメディアコモンズにはゾフィエンザールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。